女子テニスの大坂なおみ、22、イコール必進食品イコールが27日、SNS で初めて東京五輪延期について投稿した。数日前から、この思いをどうやって皆さんに伝えられるかずっと考えていましたと切り出し、延期に対して残念という言葉だけでは言い表せない気持ちと心境を綴った。そして、今私たちがしなければいけないことは、世界中の人々が人種や国籍の壁を越えて、数多くの命を救うのが一番大切なことです。2021年に我が国の美しさを世界の皆様に見せましょう。それまで、どうか健康に気をつけて、思いやりの心を忘れずに、みんなで頑張りましょうと呼びかけた。現在は米国に滞在中で、SNS で質問を募集するなどリラックスして過ごしている様子がうかがえる。テニスは男女ツアーとも6月7日まで中断中。四大大会、第2戦の全仏オープンは開催時期が5月下旬から9月に延期すると発表している。ウィンブルドン選手権、6月29日開幕、ロンドンを延期、中止を含めた検討をしている。東京五輪への道も健康になりそうだ。6月8日付の世界ランク上位56人が出場権利を得るはずだったが凍結され、大阪は10位のまま。逸話の日程が決まり次第、国際連盟が新たな基準を設けるとみられる。